前で拍手しないと、お客さんがいない拍手がいない。皆様ちょっとお待たせいたしました。ちょっと事前にお送りしてたリンクが前のリンクといろいろ工作してまして、直接見に来れなかったっていう人が結構続発したのでですね、慌てて皆さんに改めてメールとかしてたらちょっと遅くなっちゃいまして、すいません。改めまして玉広です。どうもこんばんは、ね、このリアクションが全然ない雰囲気っていうのはものすごい慣れないですけど、ちょっとマイクを持ってみようかな。皆様こんばんは。どこに向かって喋っているのそこ、無事に見れましたでしょうか。リンクを間違えて、Facebook にいろいろ貼ってしまい申し訳ありませんでした。どのぐらい見ていらっしゃるかな。不思議な感じですね。本来は4月の末にね、そうですね、セカンドアルバムが発売になり、それに合わせてライブもやる予定だったんですが、皆様ご存知のコロナ禍というやつで伸びに伸びて、ここと3ヶ月ここね、3ヶ月ほど伸びましたが、やっとこのような形で実現できることになりました。キャバリーノの皆様、今日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。今日ね、無料配信で、いつも遠くて見に来れないとか、お仕事あって来れないっていう人なんかも今日は気軽に見てもらえるんじゃないかなっていうのは、あのメリットとして捉えているんですが、まあ、あとね、僕らはあんまりメジャーの音楽ではないのでマニアックなことばっかりやっちゃってるんで、あのそんなんでもまあ無料だったら気軽に見れるんじゃないやろみたいなのもあり、そしてここからが一番でっかい要因なんですけど、できればそのキャバリーノさんのお店の方にね、僕らあのユニット組んでからずっとライブでお世話になってるんですけど、コロナ禍でやっぱ営業がなかなかどこも厳しかったり、僕もお世話になってるライブハウスがビシバシ潰れてたりするので、そちらの方で金銭的に何かしらキャバリーノさんに恩返しができねえかなと思って、クラウドファンディングよろしくねって言おうとしたら何日か前に終わっちゃったんですよね。あんだけいろいろ皆さんに言ってたのにかかわらずちょうど終わっちゃってですね。でも第2弾が、はい、うん、第2弾があるということなので、来週から、うん、あ、なるほどなるほどということらしいのでですね、あの決定次第また改めてこの今日のアーカイブとかをアップしたりいろいろしていくので、あとは個人的にだったりあの LINE とかお知らせの方させてもらうんで、ちょっとずつでもいいからお手伝いしてあげたいなみたいなお心意気のある方はですね、あの僕らではなくてあのお店の方へあのクラウドファンディングで今回は、うん、あのお手伝いいただければという形になっております。僕らの方はまあ CD 買ってくれたらね、こちら CD ね、4月の終わりに発売となりまして、皆様のお手元にこっちです、これですねこちらですね。まだお求めじゃない方はぜひぜひ、お求めの方もあの10枚ぐらいとか、あ、そうですね、100枚ぐらいとか買ってもらって、お友達に配っていただいたりとか、ね、よろしくお願いいたします。コメントがちらほら来てます。こういうの見れるのが面白いですね。もう老眼がすごくてこんなんなっちゃう、そう、ね、ちょっとちんたらやってると時間がオーバーしちゃうんで、じゃあ、基本的にはですね、セカンドの曲順通りに今日はお送りしようと思っておりますので、 CD と聴き比べながらとか見てもらっても楽しいかもしれません。セカンドも CD の曲順通りですが、ナイト・イン・ワルシャワーという僕が書いた曲をお送りしようと思います。これは完全に2人のデュオでございますね。ではThank you.
再び、ね、カメラの端から登場登場したついでにじゃあご紹介を、ね今回は、オンドラムスとそれからあとあそこにマックが光り輝いてますけどね、あそこには今回 CD とかで僕らがいろいろ重ねまくった20人分ぐらいのさまざまな楽器が入っていて曲によってはあいつを流して最初の曲なんかそうでしたね、今からやる曲も、同期でドーンといろいろ流しつつ、ね、よく同期インチキだって言われることなんですけどそんなことないんですよ。同期の方がめんどくさいんです本当ずれられないんでねでそのずれちゃうのとかが全然心配がなくやってくれると
ね、大船に乗った泥船に乗った感じで任せられるので今回お願いしたということで、オンドラムさんとマニピュレート、マックマニピュレート、パーカッション、その他もろもろということで、ただ高博それから、いつものたまちゃんって感じでございますか。今からはまだやんないな、まだとか、ピアニカね、ピアニカも出てきますが、オンピアノ&ピアニカで、おいでたまみで、私がオンギター、いっぱいとかオンベースとかなんかいろいろやります。それでは、CD と同じ曲順でいこうと思うんだよ。これコメントとかちゃんと見たいんだけどね、最近老眼がすごくってさ、ちゃんと見えないの、ね、これがごめんね。ちょっと多田さんお久しぶりです。誰だろう。ロードしないとコメント来ないのかな、ね、ちょっとコメントも頑張って見つつやるので、ここにちょっと言えないような内容とか送ってもらってもいいんですよ。だらだら喋ってないでギター持ち帰らないで喋ってもらなんか喋ると余計長くなりそうな気がしますが、ちょっと Facebook などでも宣伝させていただいてますが、こちらのですねジャズジャパンという雑誌、皆さんご存知でしょうか。こちらの方にこの度玉広の、CD レビューと、インタビュー記事を載せていただきました、ありがとうございます。ちょっと私の人生の中でもとてもこれ大きなことで感動しております。中ほどの方に、見開き1ページと半ページと A41ページとですね、ですかね。でこの場合結構楽しいインタビュー記事になっておりますので、ぜひ ご覧ください。これまだ売っているのかしら。バックナンバーなどもね、そうですね、Amazon で普通に買えるみたいなので、うん、これです、うん、よろしかったらよろしくお願いいたします。あ、別に売らないとジャズジャパンさんから怒られるとかそういうことはないんですよインタビューコロナ禍だったんで、やっぱり面と向かってはできず、メールでかなりの膨大な量の質問票をいただいてですね、それに答えて、こんな山盛り答えて A4 にまとまるのかなと思ったら、やっぱプロですね。記事見たらこんなとっちらかした質問票うまいことまとめてあって、でもなんか漏れ出た感じはしないんですよね。やっぱプロってすげえなとか思って、すごい楽しく読めたんで、立ち読みじゃない、買ってください。ありがとうございます、ね、ジャズジャパンさんからも喜びの声が来るかと思いますので、さあそんなわけで、次は同曲は豪快に同期曲ということで、ちゃんと合うといいよね。これも僕が書いた曲で Do Me a Favor という曲になりますが、曲中に流れるコーラスとかパーカッションとか基本的には全部自前で演奏をしております。でレコーディングのデータを抜き出して今流し、それを生でやってみようという試みですね、はい、恐ろしい。では Do Me a Favor をやりますので聞いてください。
Thank you.
ペーパーをお送りいたしました。今画面のパッとアップとかなるの、一応父もここでね見えてるんですけど、顔でかくなったな。コロナのね影響ってことにしておきたいんだけど、あの画面の問題とかのアスペクト比の問題じゃないですよ、あの僕がでっかくなったんです。大きくなるなっていう方が難しい、うん、ね、問いつつなんか変わってないよね。いや一回すごくて数値的にもびっくりな、びっくりな数値が。よいしょ、ここら辺とかでいろんな告知が普通は入るとこなんですけど、ボタムに漏れずコロナでいろんなことができなくなってるんで、あんまり告知が何にもみんなに来てるけどみんなないんだよね。こちらも元気でやっておりますって感じでね、なんかこうやって生でせーのでできるってだけでもなんかありがたすぎて涙が出そうって感じですよね。よいしょ、なんか告知なかったかな、大丈夫かな。コメント、あ、コメントなんか増えない、後でやり方は見よう、ちょっとよく分かってないですけどね。あ、そうなんですか、はい、僕のところで何がアーサスですとか。あ、こう下の方にどんどん増えてる。来てますね、ありがとうございます。あ、この拍手マークで拍手をもらった気分になってくれってことで来た、ありがとう。なるほどね。あ、それなんかこの間気づいたんですね。888888ってのはなんかの呪いかなとか思ったんだけど、あ、拍手なんですね、あれね、888ってね。なるほど、おじさんも分かんなくってさ。ですね、今回まるまる10曲 CD 分をお送りするんですが、次の4曲目ストンピンキャッツ、これも CD 通りで来ておりますが、ややこしい7拍子の曲なんだけど、この後がですね、ミュージックビデオを準備して流すという荒技を、配信でないとできないよねっていう荒技をちょっとやらかしたので、そいつも楽しみにしてもらえればと思っておりますが、では CD 順通りに、参りたいと思います。4曲目ストンピンキャッツ、これも僕の曲ですね。今のところ玉美さんの曲は、ドータマの曲が玉ちゃん曲でしたね。後半玉ちゃん曲出てくるんで楽しみにしててね。じゃあドラム中瀬の七拍子をやらせてもらおうかと思いますが、ストンピンキャッツって曲をお送りいたします。Thank you.
生ではできかねるような表現とかをやってみるのもいいねってことでミュージックビデオを作りましたので、ファーストセットの最後ということでそのミュージックビデオをご覧になっていただき、では、動画の方よろしくお願いします。Thank you.